リカは2002年に、現当社から刊行された、五十嵐隆久の小説及びそのシリーズ。2003年と2019年には、テレビドラマも制作されていた。出会いサイトで知り合ったリカという怪物のような女性に、ストーキングされ、追い詰められる、サラリーマンの姿を描いた、ホラーサスペンス小説。2001年、第2回ホラーサスペンス大賞を受賞した著者の、デビュー作で、 2002年2月に単行本が発売された。なお、先行時のタイトルは、黒髪の沼。2003年に、文庫本が発売され、単行本には、未収録だったエピローグが収録されている。印刷会社、東洋印刷社に勤めるサラリーマン、本間隆夫は、家族を愛しながらも、かつて後輩が勧めた出会いサイトの魅力にはまり、インターネット上で交わされる女性とのやりとりに興じる。 日々を送っていた。ある時、本間は自身の昇進を機に、出会いサイトの中で知り合った、リカに、携帯番号を教え、コンタクトを取ろうとする。それを機に本間は、リカから執拗に電話を受け、嫌気がさした本間は新しく携帯を変えて、関係を立つ。だが、リカは、本間の想像を超えたストーキングを開始し、巨匠リカに突き止められた本間は、リカの上軌を一した手段に、 精神的にも追い詰められてしまう。本間の周りの人間が、理科の犠牲にさらされたとき、本間は、理科との退治を決意する。2003年のテレビ朝日制作の単発ドラマ、2019年の東海テレビ制作の連続ドラマともに、共同テレビジョンが携わっている。2003年3月1日に、土曜ワイド劇場枠で、土曜ワイド劇場25周年記念特別企画。 として放送された。キャストスタッフ2019年10月5日から11月30日まで、東海テレビ富士テレビ系、大人のドドラ枠で放送。小説シリーズの中から、リハーサル、リカの2冊を原作とする2部構成。ホラーサスペンスであると同時に、ドロドロ愛憎劇の様相も提している。キャッチコピーは、私と一緒にいるの幸せでしょキャスト第一部。 第2部第1部から3年後を描く。スタッフ放送日程2019年版の続編として、リカリバースのタイトルで2021年3月20日から4月3日まで、同じく、大人のドドラは国で放送された。キャストスタッフ放送日程、リカ自称28歳の純愛モンスターのタイトルで、2021年6月18日に、公開。リターンを原作とし、 2019年の連続ドラマ版、最終回のその後を描く。PG12 指定。電子書籍、アプリ、コミックコンテナにおいて、リカ黒髪の沼のタイトルでコミカライズ。作者は、藤田高本。過去から、リバース、リフレイン、リハーサル、リカ、リターン、リメンバーの順である。リカ自称28歳の純愛モンスターに関する、カテゴリー。ありがとうございます。